かぼちゃを一口大に。できるだけかぼちゃが重ならないようにしてあげてください。じゃあ、今日は昆布だしでいきます。昆布だし。大さじ1。大さじ1。で、ここで30分寝かせます。グラグラしすぎると、まあ煮崩れないとはいえ、煮崩れはしやすくなるんで。ごまを入れます。じゃあこのくず粉をこの中に入れていって、とろみをつけていきます。とろみはもう見ながらですね、ダマにならないように。